お京の現在今朝もお京は隣の洋服屋のミシンの音に目が覚めた。はじめお京はその音が耳について、とんだものが近所へ引っ越してきたものだと腹立たしく思ったものであったが、聞き慣れてしまうとそれがそう嫌でもなくなってきた。 ああ、やってるなあ。お日は、まだ全く冷めきらない耳に、それを聞きしめようとするように、ぽっかり開いた目を空に据えた。ミシンの音は、ガチャガチャガチャ、と、小ぜわしく刻むように聞こえたと思うと、ぱったりやんだ。あたりは、にわかに静かになる。外は、 少し風が吹いているらしく、縁のガラス戸が時々ガタガタとなる。と思うとミシンの音がまたガチャガチャガチャと聞こえてきた。よく勉強する洋服屋さんだね。それにゆうべは夜遅くまでやっていた。お日はそんなことを考えながら、床を離れるのを惜しんでいた。 起きて出ても別にこれという用事もなかった。年から年中、ハンデをしたような、その日、その日の生活であった。して、お京自身は、それを格段不思議とも思わなかった。幸福といえば幸福であった。まだ、田舎に商売をしている自分は、東京の芝居などに憧れを持ったもので、 年に二度や三度は、ただ芝居を見るために、六時間もかかるところをわざわざ東京へ出てきて、大都会の大劇場で芝居を見るのが唯一の道楽になっていた。連れのある時は一層張り合いがあった。大抵朝の何時間に立って、夜行で帰るのを常としていた。たまには一晩も泊まって、 三越で買い物をしたり、浅草の観音様へお参りするのも楽しみであった。けれど東京へ来てからは、芝居も田舎から汽車でわざわざ出てきた時ほどの興味がなくなってしまった。今でも劇場の空気に浸るのは悪くはなかったし、その自分よりかずっと親しみが出てきたのは無論であったが、 以前ほどの感激はなくなった。それは、見に行こうと思えば、いつでも見られるからで。また、芝居でも見るよりほか、仕事のないような、単調な生活でもあった。お経は、田舎で商売をしているうちに、今の男に発見されて、東京で初代を持つようになってから、 足掛け三年になっていた。母親が東京生まれだったところから、別して東京に懐かしみを感じたわけであったが、こうやって東京の真ん中に離されてみると、どこかの寂しい離れ地前でも置いて行かれたようで、生活に根もつるもないのは心細かった。男は、 材木などを扱っていた。そして、お京の商売をしていた町へ、よく材木を買いに出かけていった。彼はその町の料理屋で芸者などを呼んで、江戸っ子らしく札びらを切ったものであったが、大分年をとっていた。お京は、 死中、行きたい、行きたいと思っていた東京に、家を持たせるという条件だけでも、飛びつきたいほどであった。お京が神戸に生まれたということがまた、ちょっとその男の興味を引いたわけであった。ど理りで、田舎には珍しい、すっきりしてると思った。彼は、 お京の出生を聞いて何か不思議な因縁でもあるように嬉しがってしまったのであった。もちろんお京はケチなその町の芸者としては姿のすっきりした方であったが気前も良かった。その社会の噂ではお京はある時東京のしかもちょっと大きい名前の俳優と駆け落ちして 途中から抱え主へ電報を打って、前尺を申し込んだことなどがあった。それは、その町の女たちには、ちょっと真似のできない芸当だというのであった。そして、そんなことが、また一層、男の興味を引いたわけでもあった。しかし、東京へ初代を持つようになってからは、 田舎ではちょっと伝報肌であったお経も、ただの女にしか見えないことが、だんだん自分にも気づかれてきた。お経はそういう幻滅を、このごろしみじみ感じていた。でも、今さら田舎へ引っ込むわけにもゆかなかった。あの鬱陶しい山なんかの見える、在業在業した田舎の町へ帰って、 土臭い男どもを相手にして、三味線を弾いたり、歌を歌ったりする気にはなれなかった。ごつごつした田舎言葉も、長い間、聞き飽きてしまった。それに、健康も優れないので、日の目も見ない山国の冬は、思っても心が暗くなるほど陰鬱であった。けれど、現在の境遇も、 あまり安定なものではなかった。一筋の命の綱と頼んでいる男は、もう五十近くで、いつどんなことがあるかわからなかった。その頼みの綱が一旦切れたとなれば、東京における彼女の生活は根底から覆ってしまうわけであった。そうでなくとも、彼には、 妻も子供もあった。その店は時々前を通って知ってるけれど、近寄ることすら許されなかった。たまに近郊の料理屋だとか、箱根や熱海へなど連れて行かれて、二三日そっと遊んでくることくらいはできても、いつも遠慮と引け目が感じられて、心一杯楽しむという時はなかった。 通り一遍の知り合いはあっても、いざという時の力になる者は、一人もなかった。お日は、もう三十字回女になっていた。そして、いつとはなし、後先を見回すような気持ちが出てきているのを、寂しいことに思った。お日は、この頃、 隣の洋服屋の生活を覗くことに興味を持ち始めた。隣といっても、それは工事を隔ててのことで、その工事を差し挟んで、双方の台所が、はすかいに向き合っているのであった。洋服屋は、往来に臨んだところが店になっていたけれど、ショーウィンドウ一つあるわけでもなければ、ラジャが仕入れてあるのでもなかった。 四畳敷くらいのところに立ち板が置いてあって、土手のようなものが二人いた。親方といえば親方だが、まだようやく三十二三の色の小白い、ちょっと様子のいい男が主人で、葉唄なんかを歌う喉がちょっと濃い気であった。お京はこの頃それに気づいたが、 それが別にどうということはなかった。洋服屋なんて道楽商売ですね。お日は旦那に行ったことがあった。そうさね、東京じゃ飲食店の板前と洋服の職人が一等始末が悪いと言うからな。そんなに悪いものなの悪くはないが怠けるからね。 ああ、それで。でも、隣の洋服屋さんは勉強家ですよ。この間、お向こうのおかみさんに聞いたら、あれで腕はなかなかいいんだそうですよ。お今日は、旦那とそんな噂をしたことがあったが、近所にいる若い独身の男の話などするのが、なんとなし気がさしたほど。洋服屋という商売に、 特殊な興味でもあるように感じた。ガチャガチャガチャと腹立たしいくらいうるさく耳についたミシンの音がいつとはなし、その時々の彼女の気分を引き立ててくれる音楽のようにすら聞かれるのであった。お日はその朝もなんとなし隣の洋服屋のことを考えていた。 そして、特別にこの洋服屋だけは、怠け職人ではないように思われるのに、どうして独身でいるかが不思議であった。それに、最近まで台所に働いていた雇い婆さんすら、この頃はいなくなってしまった。なぜあの洋服屋は、おかみさんをもらわないのかと、にわかにそれが心配になってきた。すると、お昼頃、 お経が台所へ魚を見に出ていると、ちょうどその男も水口へ出ていて、今日は何台魚屋さんとか何とか言ったようであった。若い魚屋はそっちの方へも番台の中を見せるように体を避けて、今日のマグラはどうですと自慢そうに答えた。 へえ、素敵なトロだな。晩に作ってもらおうか。晩にね、洋菓子。私もそうしようかしら。お経がおいそを言った。お付き合いにね、それもいいでしょ。ねえもお魚屋さん、うちは困るのよ。大勢よりか毎日毎日のお惣菜が帰って面倒なのよ。 お今日は言い訳するように言って洋服屋に。お宅もそうですわね。足なんかもっと惨めですよ。女手がありませんからね。この頃おばあさんもお見えにならんようですね。おばあさんも田舎へ帰ってしまいましたよ。男ばかりで話し相手がないんでつまらないそうで。それじゃおこまえでしょうね。 宅では一人おりますから、いつでもお手伝いしますわ。ありがとうございます。何しろ、毎日毎日、ご近所でおやかましいことだろうと思いましてね。結構ですわ。それに慣れてしまうと、そんなに耳に触らなくなってしまいますの。そうでもないでしょうが、近所から苦情が出た日には、商売上がったりですからね。 そうですとも、何と言っても結構なお商売ですわ。あまり結構でもありませんが、震災後ずっと田舎へ帰っていて、すっかり流行遅れになったもんですから、これからまあ少し勉強しようと思って。では、おかみさんは田舎に家内ですか。家内も以前はありましたがね、 少し訳があって震災以来ずっと一人ぼっちですよ。それじゃ、あの震災でどうかなすったんですのいやそれもどうだかわからないんですよ。多分そんなことかもしれませんね。ちょっとよそへ預けておいたんですが、そのうちもどこへ行ったか、解目知れないようなことで。それっきりなんですのええー。 こっちも尋ねる気もありませんし。洋服屋は笑った。ずいぶんさっぱりしているんですね。仕方がありませんよ。余ん場生きていても先で見切りをつけたでしょうから。私もこれでちょっと怠け者でしてね。そして洋服屋は 七里に起こした日を藍色に映している小僧に何か小言を言っていた。ちっとどうぞ、お茶でも飲みに。お今日も引っ込み際に行った。ありがとう存じます。またシャミでも聞かせていただきましょう。あっしもシャミが大好きでして。そうでしょう。あ、いいえ、私なんかダメですわ。 お日は、しまに決まりが悪くなってきた。お京と洋服屋の松本とは、それから親しくなったが、ただ、それだけであった。お京は、ちょっとたいところと、用心深いところとがあったし、近所の手前もあった。洋服屋も、別にお京を求めていなかった。お京は、どうかすると、 お惣菜を女中に持たせてやることがあったが、洋服屋はお京のコートを少し道楽着を出して仕立てを良くしてやったりした。お京はそのコートの襟のところが本当に息に清くできていると思った。洋服屋は時にお京の茶の間へ来て、禅の女房と別れた話をしたりしたが、さっぱりしていた。 お今日も洋服屋の仕事場へ入って、それぞれ手分けして縫ったりかがったりしているところを面白そうに見ていた。洋服屋さんって儲かるものだそうですから、今に松本さんも出世するでしょう。ダメですよ。足なんかダメですよ。仕事を存在にできない方でしてね。いくら急ぎの仕事でも、 気に入るようにしないと気持ちが悪いんですから。お客はそれほどに見てくれませんからな。いいじゃありませんか。わかってくれるお客だけ相手にしていれば。こんな店じゃ、そんな気の利いたお客は来ませんよ。それに元がありませんからね。結構よ、食べていかれさえすれば。 毎日こうやってガチャガチャやってるだけでも面白いわ。そばで見てるほど楽じゃありませんよ。そりゃあそうね。どんな商売だって苦労がありますからね。そこへ行くとあなたなんか気楽ですよ。私が気楽ですって気楽すぎて退屈するくらいのものでしょう。 そうかもしれませんよ。旦那はこの頃あまり見えませんね。ここのところちょっと忙しいもんですから。それにこの春、太刀の悪い受け負いしに大きく倒されたのがたたっていけないんですの。なるほどね。こっちとらの倒されるのと違って、いずれ何千とか何万とか言うんでしょうからね。 それでも、大きい方は何と言っても楽ですよ。私なんか、一二着倒されると、ぴったり融通が効かなくなってしまいますからね。でも、手に職のあるのが強みですわ。まあ、お棚の受け仕事でもしていれば、どうかこうか、細々とやってはいけます。 二人の間に、そんな話が弾んだ。ある時、お経は、気がくさくさするので、松本を呼んで、少しばかり酒をつけた。松本は、はじめ遠慮していたが、口がつくと気やすくなった。旦那は、あれから見えないようですね。この頃は、ちっとも来ませんよ。鼻についたんです。 で、まさか。それから音曲の話が出て、松本はいつにない上機嫌で、一つ二つ、お京のつまびきで小声に歌った。それが済むと、松本は寂しそうに帰ろうとしたが、お京が引き止めた。お京が心持ちを打ち明けたのは、その時であった。 お京はすっかり思い込んでいた。お京が洋服屋の松本と一緒になってからもう三年越しになった。松本は隣合わせにいた時は田舎から出たてで気分が緊張していたが、お京と同棲するようになってからそろそろ持ち前の怠け癖が出てきた。 お京の持っていた金もいつかなくなってしまった。着物や紙のものも一つ一つ、タンスや兄弟の中から姿を消してしまった。お京はすっかり貧乏女体のおかみさんになり下がってしまった。しかし、お京は大して後悔もしなかった。後悔したところで落っつかなかった。 いくら貧乏しても、日陰者で、肩身の狭い思いをしているよりか、ましだと思った。それに、一緒になった時のことを考えると、男を捨てる気にもなりえなかった。松本もお京が気に入っていた。そして、お京と暮らすようになってからは、仕事が手につかなくなってしまった。 お京と差し向かいで晩酌をやるときは彼はひどく上機嫌であった。彼は時々お京のつま引きで葉唄を歌った。立ち板の前に座っているときの彼とまるで違った精細が彼の顔色を生き生きさせた。お京もそんなときの松本が一番いいと思った。 そして、つい一歩も余計に酒をつけるようになった。さあ、アイロンに火が入りましたよ。いつまで新聞なんか読んでいるんですよ。お日は長火鉢のそばで、いつまでも新聞を話さない松本をせき立てた。松本は、うん、と言ったきり、やはり新聞を読んでいた。 今日のラジオは面白いぜ。何があるんですお今日もすり込まれるように言った。まず朝が今日のおこんだてさ。松本はひょうきんな調子でそれを読み出した。人をじらさないで音曲は何ですのさ。音曲か。音曲はね。 松本は悠長に構えていた。さあ、そんなものはどうでもいいから、早く仕事にかかってちょうだいよ。よし来た。今、かかるよ。松本は新聞を捨てたが、仕事に座るのがおっくうでならなかった。今日はいくかだと思うの まあ、そう、ガミガミ言うなよ。うるさく言われると、なお、とっかかりにくくなる。あの人は真面目だから怒りますよ。だって、仕事が面倒なんだよ。そんなら引き受けなきゃよかったじゃありませんか。儲かりもしないのに。今度からお断りなさいよ。そうもいかないよ。 商売となると、割の悪い仕事も受けなくちゃならないんだからね。だから受けたものは仕方がないから、早く仕上げて、次の仕事に取り掛かればいいじゃありませんか。わかってるよ。そして、松本は頭を振ってみながら。今日は、なんだか頭が痛いんだよ。芯がズキンズキンするんだよ。 飲みすぎですよ。飲みすぎるほど飲ましもしないくせに。じゃ、何ですの今日はなんだか嫌な日じゃない。空がどんよりしてるじゃないか。そうね。花曇りとでも言うんでしょう。もう4月ですからね。そろそろお花見かね。今年はお花見でも行こうかね。 お花見どころじゃありませんよ。そんなことはどうでもいいから、とっかかったらどう松本はやっとのことで仕事に座った。お経もやがてそばで穴かがりを始めた。しばらくすると松本は仕事の手を休めて、穴のかがり具合を見た。よし、この頃めっきりうまくなったよ。 コーチンもくれないで好きなこと言ってるよ。すまないが、冷やでいいから茶碗にいっぱい。なんだか頭がぼんやりしてるから、章をつけなきゃダメだ。それだけはおよしなさい。また、この間のように腸が悪くなるから。松本は、また仕事に取りかかった。だけど、 今頃になると、あの自分のことを思い出さない何をさマグロの刺身トロか、久しく食わないな。あの自分の方が、俺も勉強したね。一生懸命に。独身の方がいいかもしれないわ。早く工面を良くして、おかみさんをもらおうと思って。私なんかが来たからダメなの。 いっそ、田舎へ帰ろうかしら。まった、お株が始まった。嫌味だからおよしよ。嫌味じゃありませんよ。私、本当にそう思うことがあるのよ。そんなら、帰ったらいいじゃないか。俺が断る必要はない。帰る時が来れば、黙って帰りますよ。こんな姿じゃ帰れないじゃありませんか。そうさ。 何しろ俺が裸にしたんだからな。すまなかったな。そんなことを言ってやしないじゃありませんよ。でも、聞きづらいじゃないか。何かというと着物をなくしたというのがお前のおかぶだからな。俺はどうせ育児がないんだよ。もう知らない。あなたは怠けるのを私への面当てにしているんだ。 私がやきもきするのをいい君だと思ってるんだ。うるさいな。俺は頭がガンガンしてきた。この知ってる女。松本は感触を起こした。そして顔を歪めて、そこにあったアイロンをガタガタやった。アイロンから白い灰が舞い上がって、お京の髪が真っ白になった。お京は顔を背けた。バカ。鹿。岸がい。 お経も感触を起こして穴かがりをしていた洋服を放り出してしまった。しかし、そんな争いは二日と続かなかった。仕事が少し片付いたとき、ある日二人は浅草から向こう島へお花見に出かけた。お経は雷門のところで、 知った人に二人あった。二人とも田舎に商売をしていた頃の知り合いで、一人は大きな静止家の息子であった。連れの一人も町での名簿家であった。お日はその男と東京の町を自動車に乗って芝居見物をした頃のことを思い出した。もちろん先は気もつかないらしかった。 お今日は、いい気になって歩いている松本の顔を見ると、腹が立ったが、かわいそうでもあった。